アーシー・スレッジはアメリカ合衆国の歌手、R&B、ソウルの分野で活動し、1966年に男が女を愛する時を大ヒットさせた。2005年にはロックの殿堂入りを果たしている、アラバマ州レートンの田舎で生まれた。ラジオでカントリーを聞きながら育ち、21歳になるまで、 黒人の歌手がいることを知らなかったという。1960年代には看護師として働きながら、ザ・エスキー・アーズというグループで歌っていたが、クイーン・アイビーという DJ のすすめによりソロ活動を始める。フェイムのリズムセクションが演奏を担当した1966年のデビューシングル、男が女を愛するときは、ビルボード氏の R&B シングルチャートと、 ビルボードホット100の両方で1位を獲得する大ヒットを記録した。この曲はアトランティックレコードのシングルとしては初めてゴールドディスクに達した。同曲はイギリスでも大ヒットして全英シングルチャートで4位に達した。また、同曲を収録したアルバム男が女を愛するときはビルボード氏の R&B アルバムチャートで2位。 総合チャートのビルボード200で37位に達した。スレッジは1960年代後半を通じて10曲をビルボード誌の R&B シングルチャートのトップ100に送り込み、うち4曲で同チャートのトップ10入りを果たした。1970年代に入るとヒット曲に恵まれなくなるが、1974年にはカプリコーンレコードに移籍し、同年に発表された。 アイルビー、ユア・エブリシングは、R&B シングルチャートで15位に達したのに、加えて、5年ぶりに総合チャートのビルボードホット100にも、チャートインしている。1983年には、モニュメントレコードからアルバム、パーシーを発表。その後10年以上にわたって、アルバムのリリースは、途絶えるが、1987年、男が女を愛するときがイギリスで、再ヒットして、 オリジナルリリース時を上回る全英2位に達した。1995年にはバージンレコード参加のポイントブランクレコードからアルバムブルーナイトを発表。同アルバムにはスティーブ・クロッパーやボビー・ウーマックがゲスト参加した。2014年2月に肝ンガンのため入院し予定されていたツアーが中止となった。そして2015年4月14日に ルイジアナ・シューバ・トン・ルージュの自宅で死去。去年73、ありがとうございます。